新党改革、改革とお書きください。皆さん、新党改革に力強い一票を投じてください。有楽町マリオン前の皆さん、ご清聴ありがとうございます。これから松添洋一新党改革は攻めの選挙で戦い抜きます。皆さんの温かいご支援を糧にこの選挙を戦ってまいります。支援はご支援いただきます。よろしくね。はい、どうもありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、はい、どうも、はい、どうも、はい、はい、はい、取れました。ちょっと見てください。はい、お母さんも、はい、どうぞ。一緒に一緒に。残念な。それで一緒に取るよ。取るよ。あ、3人移してもらう。あ、じゃあ3人移してもらう。取って。3人。おかしい。はい、どうも。はい、どうも。大臣大臣も、はい、取られました。はい、どうも。そっちのカメラでも撮る。ちょっと、待ってて。すいません、私もこれ。すいません、ごめんなさいね。はい、どうぞ。よかったです。はい、はい、皆さん、おはようございます。新党改革代表、松添洋一でございます。有楽町マリオン前の皆さん、銀座でご通行者の皆さん、おはようございます。新党改革代表の松添洋一でございます。いよいよ総選挙が始まりました。なんとかしてこの日本をしっかりと立ち直したい、そういう思いで我々も小さな政党ながら頑張ってこの選挙戦を戦っていきたいと思っております。3年余りにわたります民主党政権、本当に国がダメになってしまいました。外交もそうです、経済もそうです。政治主導と言いながら現実には役人主導に戻ってしまう、こういう日本をどうして立て直していくか、そういう思いで私たちは皆さんにお訴えを申し上げたいと思います。一番大事なのはこの不景気、デフレ、それを克服することであります。景気が良くならなければ財源も生み出されません。景気を良くしないで増税ということでは、もっともっと景気が悪くなります。日本の GDP の500兆の6割、これが300兆、これは個人消費です。個人消費がどうして伸びないか、当たり前のことですけども、皆さんの稼ぎが上がり、給料が増えない、むしろ減ってる、こういう状況を改める。デフレ対策、金融政策について言うと、日銀にもっと頑張ってもらわないといけない。私は政治家になっていない、ずっと日銀の政策を批判してきた。日銀がもっともっと大胆な金融緩和をやる、そういうことでやっとここまで来ましたけど、もう一歩頑張ってもらわないといけないと思います。それから何といっても日本の企業、会社が現金になっていっぱい外でお金を稼いでこなければ日本の富は増えません。皆さんが今スマホを持ってたらどこの国の製品でしょうか。私の携帯電話は日本製だと。今私のスマホは韓国製ですよ、ものは。こういう状況になった。パナソニックもシャープも大変苦しい状況になった。一つは円高ということで輸出ができない、それからもう一つは国内にばっかり目を向けて、この広い国際社会で商売をしようと、勝負していこうと、そういう姿勢に欠けておりました。なんといっても法人税が高すぎます。よその国に比べて高い。だから日本の企業は4割近く法人税払う。 25% ぐらいに下げれば韓国にも負けない。そしてまた規制が多すぎる、規制緩和をする。企業がのびのびと世界の市場を相手にお金を稼いでくる、これは日本の富のもとでありますし、これが皆さん方のお給料を上げる道であります。こういうことを断行していきたいと思います。しかし皆さん、
稼ぎが増えて給料が増えてもなかなか消費が増えない。その最大の理由は社会保障がしっかりしていないからであります。私は厚生労働大臣の時に医療も介護も年金も全力を挙げて取り組みました。残念ながら途中で政権交代がありました。もう一度この社会保障をしっかり立て直したいというふうに思っております。お医者さんの数が足りない、妊婦さんが垂れ回しになる、一気にお医者さんの数を今増やしつつあります。介護の現場も同じであります。それから皆さん方の大切な年金記録問題はほとんどニュースにならないぐらいに解決できましたけれども、年金本来の大事な問題はまだまだたくさん残っております。しかし今の方式をガラッと変えて全て良くなるようなバラ色の夢を解く方がおられますけれども、そんな簡単なものではありません。これは現場を知らない人が言う学者の空理空論であります。本当に現実を見て、皆さん方、ご高齢の皆さん方、今きちんと年金もらってるはずです。年金の方が民間の会社の例えば生命保険よりもはるかに有利なんです。それは当たり前なんで、皆さんの掛け金が半分、あと半分は税金で補填してるからなんです。こういう制度をきちっと守っていく、いろんな不備は直していく、そういうことでやっていきたい。ただ問題は世代間の格差があります。ご高齢の方と若い方々、現役世代が負担が相対的に重くなる、そして受け取るものが相対的に少ない。まあ今7対3ぐらいでご高齢の方のむしろ優位になっている。これを5対5に縮めていく、子育てが安心してできるような政治をやっていく、思い切って保育所を増やし子育て支援政策をやっていきたいと思います。このように経済活性化、そして社会保障を充実させる、この2つの車輪を回していけば必ず皆さんの生活が豊かになる日本は立ち直ると思います。そういう思いで新党改革、この選挙戦を全力を挙げて戦っていきます。選挙が終わった後には必ず安定した、そしてきちんと仕事ができる政治の枠組みを作りたい。まあ小さな政党ですけども、そういう時に大きな役割ができるように皆さん方にご期待をしていただきたいと思います。どうか皆さん、この寒い中での師走の総選挙でございますけれども、いろんな政党があります。しかし私たちはぶれずに正しいことをきちんと言ってきた、国民に負担を求めるべきは負担を求めるべきだということを申し上げてきました。まあ一つぐらい正論をしっかり吐いて、山椒は小粒でもピリリと辛い、こういう厳しい政党があってもいいんではないかと思います。どうか皆さん、投票日には比例区新党改革、これをお書きいただきますようにお願いをいたしまして、私の総選挙第一声といたします。どうか皆さん、新党改革頑張ります。よろしくお願いいたします。雨の中、寒い中、ご清聴ありがとうございました。それでは続きまして、新党改革の東京ブロック比例候補を紹介いたします。比例候補上がってください。我々は東京ブロック比例代表磯貝誠を比例の候補として、立てております。一言、まあ、まだ慣れませんけれども、38歳、証券マンをやりまして国際感覚にも優れております。一言ご挨拶いたします。有楽町の皆さん、こんにちは。今日はお寒い中、またお足元の悪い中お越しいただきましてありがとうございます。この度衆議院議員に立候補いたしました磯貝誠です。先ほどご紹介いただきましたように、まあ、証券とあと今教育の、ように携わってまいりまして、まあ、この経験を生かして松添代表とともに日本経済の復活、そして社会保障改革、
こちらを進めてまいります。比例区にはぜひ新党改革、個人名ではなく改革と、ご投票ください。よろしくお願いいたします。どうも皆さんありがとうございました。投票日には比例区新党改革、新党改革、改革という名前を書いていただきたいと思います。これから全力を挙げて12日間選挙戦を戦ってまいります。私どもは東京そして東北に立候補者を立てておりますので、私も明日からまた東北を回ります。今日は一日東京で皆さんにお伝え申し上げます。どうも皆さんありがとうございました。午後有楽町マリオン前の皆さん、ご清聴ありがとうございます。お寒い中、お足元の悪い中、お立ち止まりいただきありがとうございます。舛添要一、新党改革は攻めの選挙で戦います。有楽町マリオン前の皆さん、温かいご支援を糧にこの選挙を戦ってまいります。皆さんの一票は新党改革のパワーになります。比例は個人名ではなく新党改革、新党改革、改革と。一番大事なのはやっぱりこの政治が全然機能してないんで、それをどういうふうに動かしていくかということになると思います。まあ、端的に言ったら民主党の3年余りの政権が失敗だったということなんです。で、争点はやっぱり一番は経済、景気、それから社会保障、こういうところになると思います。それからまあ原発とか TPP とか尖閣含めての外交とかいうのがありますけれども、そういう中で、まあ、選挙は蓋を開けてみないと分かりません。だからその後どういう体制を組むのかっていうのが、まあ、選挙後の最大の課題になっていくと思います。で、その時に衆議院は蓋を開けてみないと分かりませんけども、少なくとも参議院は今の状況から全く変わらないわけですから、民主党にしても自民党にしても単独の過半数は取れません。だからどうしても多数派工作をやらざるを得ない、まあ、そういう中で、少しはまともな政治ができるような組み合わせになれればということで、まあ、我々もそういう協議の場には参加していくということです。で、まあ少数の政党を除くと大きなところはみんなそんなに変わんないことを言ってるような気がするんで、皆さん景気よくしようと言ってる、デフレの克服もそうだし社会保障もそうです。それからまあ原発もどんどん進めようって人はほとんどいなくて、みんななくそうこうだっていうのはこれもほぼ似てますね。で、尖閣は固有の領土だから守ろうって、これみんな同じですね。だからそういう意味でかえって争点が小さくなりすぎて、例えば世襲議員の賛成か反対かみたいな、そんなものは国の将来にとってほとんど意味持たないんで、世襲でも優秀な人もいれば世襲じゃなくてもとんでもない無能力の人もいるわけですから、そんなの有権者が選べばいいんだけど、政権政党の第一党がそんなのを争点にしないといけないっていうのはいかに似てるかっていうことなんですね。だからある意味で多数派っていうか安定した政権を作ろうとすると、まあほとんどの政党が参加できるような、逆説的にですよ、例えば消費税だとも絶対反対っていう政党もいますけども、我々なんかはいずれ必要なんで、ただ時期が悪いということを言ってるわけですから、まあ実際は参議院の重みが非常にねじれてて重いんで、そこを皆さん見据えての選挙になるというのは、これはほとんどみんな原発とかそういう話しかしてないんで、あえて申し上げておくと、私が参議院にいますから中の状況をよく分かってる、まあ今のところはそんな感じですけど、何かご質問あれば、車は来るまでの間に。与党になる可能性はあるという、全てっていうか全てとは言わないけれども、いろんな政党、そうですね、だから組み合わせ、我々第三極と言われる中に維新もいれば、みんなもいれば、まあ、未来もいれば、どういう組み合わせになるかっていうのは
自民党、公明党、民主党にしても自分たちの意見 100% 言ってたらそれは連立政権協議にならないんで、まあ、みんな少しずつ削り合ってというか、そうすると極めて似たような政策に落ち着くんじゃないかなと。だから我々も含めて連立政権協議に皆さん入ってくると思います。以前テレビタックルで舛添さんは経済政策がどちらかというと社民党に近いというふうにおっしゃっていましたが、それは今も変わっていませんか？正確ではないんで、要するに今の点について言うと、要するにGDP500 兆のうちの6割の300兆が個人消費なんですよね。だから個人の消費が良くならない限りは絶対に経済良くなりません。じゃあなぜ消費しませんかっていうときに、一つはもう元々ごめんなさい、景気が悪いわけです。だから金融対策、景気対策やらないといけないけど、もう一つ忘れてならないのは社会保障をしっかりしないといけない。だから老後が不安だったり、子育てのお金がなかったり、医療介護不安だったらお金使いたくて使いませんね、いくら給料増えても。そこをしっかりやりましょうというところが、要するに社会民主主義的な、我が国の社会民主党じゃないんです。どっちかというと社会民主主義的な政策で、スウェーデンのように福祉をしっかりしましょうと、そういう意味です。ありがとうございます。車は